夜へしときだに、人に似ぬ心ばえにより、世をもてひがむるようなりしを、若きどち頼みならいて、おのおのはまたなくちぎり起きてければ、片身に糸深くこそ頼みはべしか。いかなれば各耳に近きほどながら、かくて別れるらん、と言い続けて、糸哀れに打ち潜みたも、御方も意味熟なきて、人に優れん行く先のことも覚えずや、数ならぬ身には何事もけざやかに、甲斐があるべきにもあらぬものから、哀れなるありさまに、おぼつかなくて闇なんのみこそ口をしけれ、よろずのこと、去るべき人の御んためとこそ覚えはべれ、さて、耐えこもりたまいなば、世の中も定めなきに、やがて消えたまいなば、飼いなくなんとて、よもすがら哀ねられることとも言いつつ明かしたも。よりへしとき、明石の入道と、夫の明石の入道と一緒にこの世に会ったときすら、そのときすら、人に似ぬ心ばえにより、あの人の、あの明石の入道の、つまり、明石の入道の一番の特色というかな、一番の個性みたいなものは、すね人、普通の人間と違った、独特の、なんか、様すね、人にすねる性格があるわけですね。その人に似ぬ心ばえにより、世をもてひがむるようになりしよう。この世をすねて、この世をひねくれて生きるような状態でしたが、若きどち頼みならいて、お互いに若い同士が頼りにし合って、まだ入道も天君も年若い頃で、そのお互いの若さを頼りにし合って、おのおのはまたなくちぎり起きてければ、めいめい夫も妻もめいめいに深く心を交わし合っていたから、で、片身に糸深くこそ頼みはべしか、お互いに夫婦として大層深く信頼し合っておりましたことよ。昔を思い、また今を嘆くわけです。いかなれば書く耳に近きほどながら、書くて別れぬらん。それが若い頃思えば、あんなに心はしっくりと溶け合っていましたのに、今さらどうしたわけで、書く耳に近きほどながら、明石と都っていうのはそんなに遠い距離じゃないわけですね。こんなに呼べば答えると思われるほど近い距離でありながら、こんなふうにあの人はもうこの世の思いを絶ってしまって、山に入ってしまった。自分はこうして都に残されている。こんなふうに別れになるのでしょうか。と言い続けて、糸哀れに打ちなき潜みたも、大層しみじみと泣き顔になっていらっしゃる。打ち潜む、顔を崩して泣いている様子ですね。
御方も意味軸なきて、人に優れ、行く先のことも覚えずや、数ならぬ身には何事もけざやかに飼いあるべきにもあらぬものから、哀れなるありさまにおぼつかなくて闇なのみこそ口をしけれ、よろずのこと、去るべき人の御ためとこそ覚えはべれ、さて、耐えこもりたまいなば、世の中も定めなきに、やがて消えたまいなば、飼いなくなん、とて、世もすがら哀れなることどもを言いつつ、明かしたも。久しぶりに親子が、こんなふうに、会い合うことのできる時を得て、結局、思い出話と嘆きの言葉になっていくわけですが、しかし、実は、二人の間に、思いの一番根底のところで、今、以前には思いもかけなかった、この栄光と喜びがあるわけですね。その上でのこんなふうに人生のさまざまを味わってきた親子の二人が思いの丈を言い合っている、語り合っているわけです。明石の御方もひどく泣いて、人に優れん行く先のこと、人に優れようとする将来のことなど、私は考えもいたしません。まず明石の君がそんなふうに話を、言葉を切り出すわけですね。私のような数ならぬ身には何事につけても、けざやかに、かいあるべきにもあらぬものから。そうね。けざやかに、かいあるべきにもあらぬものから。晴れがましく、また、生きがいのあるはずもございませんものの、哀れなるありさまに、父君、明石の入道が、父親の明石の入道が、心にしむご様子で、おぼつかなくて闇なんのみこそ、その生き死にのありようもはっきりしないで終わっておしまいになること、そのことが悔しゅうございます。一人で山へ入ってしまうという、そしてその生き死にの果てを見届けるというふうなことすらできない、そのことが悔しいことでございます。よろずのこと、去るべき人の御ためとこそ覚えはべれ。去るべき人、つまり自分の父にあたる人の入道、その人の御ためとこそ覚えはべれ。
すべてのことは今父の入道が、ね、もうこの世のことを断念して、そして山へ入ってしまうということになるわけです。そういうことを知らせてきているわけです。その生き死にもはっきりしないで終わること、そのことが残念でありますことよ。すべてのことは、あの父君の御為とこそ考えられることでございます。父君がこの世に生きていられること、そのことが大事なはずなんです。それが、さて、たえこもりたまいなば、このまま山の中に、たえこもりたまいなば、もう、死を覚悟で、入っておしまいになったら、山にこもっておしまいになったならば、この世の中も何とも定めないことになりましょう。やがて消えたまいなば、そのままこの世からなくなっておしまいになったならば、消えるっていうのは、この世から死んで姿をなくしておしまいになったならば、そのままなくなっておしまいになったら、甲斐なく何の甲斐もないことでありましょう。そう言って、世もすがら、哀れなることどもを言いつつ明かしたも、よっぴて夜通し、しみじみと思いしむことをお互いに語り合いして、ようおかしになる。